ヒサゴクサキリは、バッタ、メキリギリスカの昆虫。和名は、クサキリの仲間で背面の模様が、ヒサゴの形をしていることによる。日本海側は、山口県、太平洋側は、千葉県以南の本州海岸沿岸、四国、九州。体長45から55ミリメートル。頭部は、卵形で頭頂が尖る。後期は大きく発達し、顔面は緑色を帯びる。大顎は、 黒色で非常に目立つ。体は褐色で黒点を散りばめる。頭部から全境背面は黒か色で、ひさごの形をした模様となる。目だけをはじめとする笹さたけるよう、か、食草とする。食性は雑食性で、飼育下ではりんごなども食し、ドッグフードや煮干し、昆虫の死骸なども食べる。5から6月頃可し7月頃羽かする。夜間、 となく。鳴き声は、比較的、小さく、10メートルも離れると聞こえなくなる。ほぼ完全な夜行性で、昼間は根本近くの葉の裏などに潜み、夜になると這い上がって高い場所に出てくる。割合行動力があり、10日にも来る。鳴き声が小さく、敏感で動作も素早いため、捕獲しづらい。しかし逃げられないと悟ると顔をこちらに向けて、顎を開き威嚇する。 かやきりのように発音はしない。メスは産卵管で根元近くの幼少内に数個まとめて産卵する。色彩がよく似た渋色かやきりと誤認されることもあるが、本種は成虫越冬はしない。ありがとうございます。